江戸のように栄えた町川越、川越を旅します。本日の見どころは食自身も見てね。シナキン TV、 イエー、どうもシナキンです。本日は川越の町をブラブラしたいと思います。行くぞ、えいえい、おー、出ました、新庄剛志、行きます。てってるらってててて、お、こんなところにティッシュが。あ、どうも、ティッシュ王子です。ティッシュいかがですか。今からここにある足つぼを走ってね、痛がらずに帰ってきますよ。頑張ります。さすがシナキンっていうところを見せてやります。いきます、よい、スタート。うわ、まだ痛くない、これ、まだ痛くないよ。ほらよ、ま、あ、まだ余裕だね。余裕だよ、全然痛くない。ほら、まあ、よし、折り返しきましたね。よし、あ、全然痛くない、全然、これ痛くない。ほら、早い、もうボルトより早いぞ。ほら、もう、あ、もう着いた、はい、もうすぐゴール。全然痛くなかった。シナキンさん、すごかったですね。最後にポーズお願いします。あいー、ここが川越だ。時の鐘、まるで江戸時代を感じさせるような町川越。スタバも変身しました。噂が本当になりました。君は信じるか。俺がスカラ座の怪人だ。ここどこだ。お、撮れてる。川越氷川神社にやってきました。この鳥居高いでしょう。高さ15メートルの大鳥居なんですよ。木製の鳥居としては日本一の大きさなんですよね。シナキンもあの高さまでとは言わないけど、もう少し身長が欲しかったな。今日願ってみようかな。最初に手を清めないといけないですよね。清めてきます。まずはこれを手に取って、確か左からやっていくんですよね。左、右で最後に水を切るんですよね。こうそう、ああ、水切り甘かったか、怒られちゃうかな。1年間シナキンとシナキンファミリーを守ってくれたお守りを返します。ありがとうございました。よし、これでいいね。ここに立つと緊張するよね。何を祈ろうかな。ちゃんと伝えられるかな。あ、やべ、間違えた。二礼して二拍手して、さっきのミスを許してくれますようにお願いします。で、一礼と。お守りはね、交通安全と、あと絵馬を買ってみましょうかね。うん、初めて絵馬を買う。よし、来た。さあ、書くぞ。もう何を書くかね、決まってるからね。よし、ペンを取って。あ、この色でいいかな。こっちのペンにしよう。ではね、書いていきたいと思います。よし。シナキン。ブイッと、字がうまく書けないな。こう見えてもね、皇室習ってたんですよね。どんな達筆か見てくださいね。よし、そろそろ書き終わりますね。あと少しだ。
みんな、なんて書いたか、わかるかな？よし。これです。シナキン TV チャンネル登録100万人いきますように。字が来たね。絵馬が多いな。どこがいいかな。どこかいい場所あるかな。ここでチャレンジしてみます。絵馬が多いし、なかなかうまくつけられないな。紐が短いしな。ここを乗り切らないと願い事が叶わないしな。お、来た。あとちょっとでつけられそうだ。よし、あと少しだね。あ、来た来た来たよ。つけられました。こんな感じです。ご神木、これ8の字に回るといいらしい。あ、なんかここパワーがみなぎってくる。シナキンにパワーを。よし、木からもパワーをもらおう。いただきました。いやー、すがすがしいですね。皆さんもやってみてくださいね。そろーりそろーりそろーり、パワーアップしたな、シナキン。蔵造りに戻ってきました。あ、なんか急にお腹が減った。漬物じゃお腹が満たされないしな。ここは休みか。行ってみようと思ってたのにな。醤油はダメだな。よし、駅に行こう。駅に着いたぞ。さあ、お腹が空いた。どこだ。どこから匂うのか。あっちか。お宝が発掘できそうな雰囲気。さあ、何を食べようか。よし、この上からなら見えるぞ。あっちかな。あっちも怪しいな。よし、階段を降りてみよう。いい街並みだな。あ、見つけた。3階にあるのか。よし、登ってみるぞ。いい匂いがするな。ここか。沖縄料理。この中はもう沖縄なんじゃないの？沖縄に入りました。ほう、まずはタコライス系か。次は唐揚げ、その次は定食ときたか。なるほど、タコライスもそそるが、ここは定食勝負だろう。今日はかなり歩いたから肉を入れよう。肉で飯したい。香味ガーリックにしよう。教科書に載りそうな正しい沖縄飯、いただきます。濃いめの味付けが俺の食欲をたぎらせる。ニンニク加減もほどほどでいい。香味ガーリック、どんぶり飯最強のパートナーだ。
うんうん、この噛み応え、打てば響く肉、しっかり噛めばしっかり答えてくれる。唐揚げを食うと猛烈に力がみなぎってくる。飯が進むってこういうことを言うんだよな。沖縄そばも丼、この丼感情は嬉しい。ほう、もずく、こんなところで働いてたのか。ああ、いい、もずく合ってる、いい職場見つけたな。世界がどんなに変わってもこの食堂時間だけは永遠に失いたくない。ああ、いい、沖縄そばいい、俺沖縄そば大好きなんだよな。濃い味なのに食べ飽きない不思議なニンニク味、こんな場所にこんなビッグな食堂飯が身を潜めていたなんて気づかなかったな。ごちそうさまでした。とても美味しく満足ができました。ありがとうございました。次はね、タコライス食べてみたいな。あ、またお腹が空いてきた。食いしん坊だな。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらシナキン TV チャンネル登録もよろしくお願いいたします。また見てね。シナキンだ。